山本と申します。その前どこおったんですか？その前は水道局におります、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、山本です。はい、山本です。あ、市長です。よろしくお願いします。課長たちは本当市民からここに来てもらわんと話し合いせんですね。今日言うとは嫌味じゃないですからね。本当のことを私は言いますからね。でですよ、あの今日はねちょっとあの入札執行担当課ですよね、はいはい、財政課はね今日入札をいたしました、うん、はい、それで、生活環境の指示のもと入札は行われたんですね、はい、間違いないですね、まあ、依頼はあっても、はい、依頼はね、はい、で専門的な話が出るからですよ。ちょっと私あの自己紹介はしておきますんで、私はあのちゃんと国家資格持ってます。土木の施工管理技師の、はい、持ってますか？いえ持ってません。持ってます？持ってないです。それでも工事を発注したんですね、はい、執行されたんですね。ちょっとあのかなりですよ突っ込みますんで、もうちゃんとですね説明してください。よろしいですか？まあ、最初あの5つ6つ説明あの私が意見しまあの問いますんで、そこで回答をしてもらえばいいです。で一番最後に今日の本題をお渡ししますので、理解できました？課長こっちが良いですよ。そしたらあの今日ですね入札が執行されましたが、この入札すべてにおいて準備から今日執行までの間に関連法令等はちゃんと遵守されて入札は執行されましたか？あ、こっち来るんですか？よかですよ、かかんで俺が録音しよっけん、後で差し上げますから。言った言わんかったが一番ダメやけんですよ。関連法案、あ、法令すべてチェックされて執行されてますね、はい。そしたらですよ、まあ、私はこの前電話でですねご確認させていただきましたが、今回の入札あの予算でですよ3億1000ちょっとでしたですね。で実際今日2億6000万ちょっとで、落札されましたが、候補落札候補されました。なんでここに立ったんですか？壊すだけで。これはですね、昨年度県五島市内のですね、建築とそれから飛び床を持ってる業者さんからですね見積もりをいただきました。で、それぞれの見積もりから、計算をしまして平均値を出して、でそれから、ある定数をかけてから計算しています、うん、はい。でなんかこんなあの大畑ホテルがですよ、あれアスベストが入っちゃって、1億8000万ぐらいあったんですよね。建物としてはですよ、ホテルの方が大きい感じするんですよ。私は面積はで、ただ焼却施設は煙突だけが高い構築向くでですね、なんでこんな1億近くですよ差が開くとかなと思ったんですよ。まあ、私もちゃんとあの施工管理士持っちゃうからですね、はいはい、なんか講習があったですか？焼却施設の場合はですね、うん、ダイオキシンの除染という手間が最初にあるんですね、うん、ダイオキシン、はい、ダイオキシンの除染をしなきゃいけない、はいはい、で耐火物なんかに燃えてるわけですから、はいはい、燃えてるわけですから、はいはい、その耐火物についてるものをですね最初に洗浄して、うん、そして、建物の中をクリーンな状態にして普通の建物にして解体するという工事になるんです。ですのでその前段でダイオキシンのその除染関係は、はい、結構な金額にかかってるですか？ですね、特殊な工事になってるんですか？大体もともと島内で処理ができないので、うん、全部除染した分をですね、うん、島外に持ち出すんです、ね、はいはいはい、ですのでコストは高くなります、うん、コストだけ、まあ、そのその特殊な、まあ、その何回も言ったらいいかですよ、はい、ホテルやったらですよ、はい、ちゃんと密閉して、はい、漏れないように圧をかけて低くしてですね、はいはいはい、もう外に出ないような工事場やっちゃってですね、同じです、同じようないいやつ、それはもう特別な工事というふうに、そうです、取っちゃってよかったですね、はいはい、特別な工事というふうにですね、はいはい、ダイオキシンが処理が必要な分だけこの前の電話も含めてですよ、はい、まあ、高額になるというのは理解してます、はい、でこれは島内の業者だけではできんとですか？
この前なんか電話では下請けをさね、しないか除染についてはですね、除染については、はい、島内にはおらんとですね、まあ、その昨年度見積もりを取った業者は、うん、当該の業者、そうですね、当該の業者ばっかりから見積もりを取って、はい、出しされています。そうですね、まあ、今下請けの話も出たんですけどね、はいはい、まあ、当該にもその見積もり出したというふうに、これ本当はですよ、本工事に必要な工事要件になっちゃなかったですか。さっき 法令とか全部遵守したって言ったですよね。特集所の方からです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ご全部聞いたもんで、はい、伺いました。いやいや、そう、資料場見らな答えないんですか。資料を見ないと、おたくらが入札は出しとったでしょ、工事発注しとったでしょ、はい、なんで見らないかんですか。専門職でしょ、俺やっけ見せちょじゃないですか。ちゃんと施工管理士のね、勉強もしてこうやって、私はね技術者として今話聞きよっとですよ。おたくらがプロでしょ、なんで一回一回見ないかんとですか。ここは議会じゃなかったですよ、一般質問答えてもなかったですよ。フェアにやりましょうで、こうね、入札発注したんでしょ、はい、そうでしょ、で、施工管理士の資格持ってないんでしょ、アマちゃんでしょ、はい、ど素人でしょ、はい、ちゃんと答えてください。分からんなら分からんって。特殊なね、これは要件とかいらんとですか。アスベストと同様ね、特殊な工事って言ったじゃないですか、はいはい、特殊な工事ね、その件に関して何の要件もなかったですか。条例とか、法律とか、いや見らんでよかったですよ。分からんなら分からんって言ってください。いやいや、その資料があってなら後でもらえますけん、引っ込めてください一回。いや、引っ込めてくださいって。分かります、今時点で即答できないんでしょ。できてないですよね。ですね、今さっき課長にも私言ったんですけど、これ発注者誰ですか。工事自体の、事業自体の市長です。ん、市長、市長、はい、市長はこの解体すべてに関して知識はあるんですか。知識今答えられんやったですよね。知識あるんですか。発注者でしょ、市民の税金使ってするんでしょ、はい、国民の税金使ってするんでしょ、大事な工事を、はい、特殊な工事を、はい、もう本当ね、分かってないよ、あんた。課長、はい、皆さん持たんからですよ、これを。私が準備したやつを音読して聞こえるように読んでください。私が読んでも頭に入りませんから、自分で音読してください。今までの話は全てここに書いてます。まあ、今後可燃な終わってからよかですよ。野球ごちゃですね、試合開始でサイレンなんと練習じゃないですか。リラックスしていきましょうで、はい、兄弟から子ですか。うん、全部読んでください。平成28年から平成28年5月20日後藤市生活環境課長太田力様、後藤市大原町883-7丸太、なんて読まれますか。返事了解ですよ。平成28年5月20日工事名旧福江清掃センター解体撤去工事入札執行の無効の無効訴え、平成28年4月18日広告制限付き一般競争入札について次の事項が記載されておらず、入札参加全業者に工事資格の条件が設定されていない事案に対し不審いたします。本来平成13年より厚生労働省の指導により焼却炉を有する廃棄物焼却施設内における運転点検等作業及び解体作業に従事する労働者の大浴親類への暴露及び排水汚泥流水を防止するために平成13年4月に労働安全衛生規則の一部が改正され、大浴親類への労働者の暴露低減措置特別教育の
実施、作業指揮者の選任などが事業者に義務付けられました。さらに対象者として廃棄物焼却施設内における大浴室類、大浴室類業務に係る作業指揮者の予定者及び特別教育の対象作業を行う方と法的に義務付けもされております。しかしながら報告の文書にはこの点への作業指揮者の選任を必要とする項目が条件とされていません。お隣の長崎市においても一般廃棄物焼却施設の解体にあたって事業者は労働安全衛生規則第592条の6の規定により大浴室類業務に係る作業指揮者の選任が必要となります。この作業指揮者は大浴室類業務に係る作業指揮者を要請する講習を受けられている等の知識を有するものと考えています。というように条件として必要であると考えられる内容が記されています。法令を遵守して入札を行うものとすれば、工事概要として本工事の施工にあたっては施設内の多くが大浴室類に汚染されている恐れがあり、これらの解体に伴い大浴室類が他に拡散しないよう、さらには本工事における作業者の安全と健康を確保するため、廃棄物焼却施設内作業における大浴室類暴露防止対策要項など関係法令等を遵守し、安全かつ適正に解体施工するものとするを記載する必要があると思われるが、後藤市行政は無視して入札を行ったと断定できる。今回執行の工事名旧福江清掃センター解体撤去工事入札に参加された全社の大浴室類業務に係る作業指揮者の選任を称する資料の開示を求めるとともに、大浴室類業務に係る作業指揮者の選任を必要とする資格要件がない本件入札執行は無効であると異議申し立ていたします。法令を遵守せず作業指揮者が不在である業者が参加した入札そのものが不当である上、大浴室類が含まれる講習を切り離して発注されるなりの工夫も必要ではなかろうか。大浴室類業務に係る作業指揮者の選任を必須条件とし、入札の再執行を求めます。また行政責任とし、報告そのものに大浴室類業務に係る作業指揮者の選任を要する記述を怠った今回の入札に対し謝罪を求めます。参考文献、環境省廃棄物焼却施設内作業における大浴室類暴露防止対策について、中央労働災害防止協会大浴室類業務に係る作業指揮者養成研修、以上です。全部知ってました？全ての言葉は。いえ、はい、知りませんでした。一つも。一つ目。どれを知ってました？あのね、財政課長、はい、悪いよ、全国自治体から。あのさ、私が言いよっとは、今日ね、鹿児島県の種子島、女子離島ですよ、離島。わかりますよね、どこか、鹿児島本土のちょっと下ですよ。そこがね、平成24年4年前の6月8日に、あの発注者はね、鹿児島地区の広域事務組合、だから広域圏ですよね、いわゆる市の参加でしょ、広域圏って言ったら、まあ同等じゃないですか、後藤事業、行政とこういったところが発注するのは内容一緒ですよね、発注者は。で、工事名がですよ、一般廃棄物処理施設、名称が西の表ゴミ焼却場の解体工事、一緒ですよね、全く立派な広告ですよ。私があのこの文章でも長崎市のこと書いちゃったでしょ、長崎市もちゃんとホームページ等で歌われてました。でここの広告もきちんと必要条件として、まあ元請け下請けは別に構いません、
ちゃんとこれはどこか環境省にも確認しています。下請けでもそういった資格を持っとけば構いませんということで、私はあえて元請けが云々は言いません。しかし同じような自治体ですよ、規模でですよ、同じゴミ焼却場を解体する入札広告そのものに本工事と同種同規模以上の工事、アスベスト含有建材の除去を含む解体工事意識の実績を有しているものというふうにですね、これ本当に厳しい工事なんですよ。ね、野口市長が好きな安心安全なんでしょ。なんで安心安全に最初にさせんとですか。条件が入ってないんですよ。次にね、ダイオキシン除去類除去対策として今読み上げた作業特別作業指揮者で、その中で参考文献として中央労働災害防止協会、このダイオキシン類、ここの協会の講習を受けたものということで指定されてます。だからこういった講習を受けた人じゃないと現場に立てないですよ。専任として常駐しとかないといけないですよ。今大畑ホテルが泊まっちゃうんですけど、あれはねごまかしちょっとですよ、専任の現場代理人を。沖縄と五島の工事を同時に一人の人間が専任でやっちゃったんですよ。それで県からやられちゃったですよ。だから今日も泊まってるでしょ、工事が。雨風とかじゃないですよ、晴天ですよ、さつき晴れ。県が止めてるんですよ、民間工事って言いながら。ね、ご当社は民間工事だからどうのこうの言ったんですけど、私は別に言わん、その子ね、アスベストのどうのこうの言うとは。でもね、ダイオキシンやるんやったら、安心安全って言うとはね、歌っちゃっとですから、ちゃんとやるべきで。ね、入札をお願いしたのは、課長でしょ、はい、プロですか。そう、にやけちょ、顔だめよ。どっちのプロですか。全てに関してですよ、うん、だから知識はあるんですかって。こういう技術に関しては事務職なのでございません。これさ、広告自体作るのは事務的な仕事でしょう。あ、広告はですね、うん、はい、なんで広告に書いちゃったんです。広告に、いや、使用書には歌ってます。ん、使用書見せてください、はい、でもなんでさっき即答できなかったんですか。そこをまず教えてください。なぜ即答できなかったのか。漢字が読めなかった。いや、なかったらしい特殊な名称だから言えなかった。ここにあります。ん、ですね、うん、工事の目的の中で、うん、廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要項ですね、うんうん、まあ、これに基づいて実施するものとするということを、うん、実施するものとする、はい、これは元請けですか下請けですか、どっちでも構わないんですか。やったら書くべきですよ。下請け工事に発注する場合はこの条件を満たすことっていうふうに書くべきです。この時点じゃ下請け分からんでしょ。どっかのマニュアルそのまま引っ張ってきたんですか、これ。それか業者に作ってもらったんですか、エイトさんに。課長知らんやったらちょっとじゃないですか、今読み上げたのは。あのね、広告に出すべきでね、ちゃんと公にした上でやるべきなんですよ、入札は。これは入札に参加する業者だけがもらえるやつでしょ。誰でも見れるんですか。これは申し込みがあった業者だけですね。業者だけでしょ、 CD かなんかで回覧するでしょ。現状教えますよ。元請けの多くは呼んでません。ダイオキシンの工事実績がある県外の下請け予定会社にそのまんまやってます。今日入札が終わられて私のとこ来た業者が2社います。これ見せてやったんですよ、俺は。初めて。18日から今日まで温めちょった資料、これを。そんなのは会長案やったよって言ったんですよ。元請けがですよ。
元請けが法令は遵守させんといかんとですよ、下請けに。だからトラブってんですよ、大畑ホテルは。元請けが下請けにいい加減なことで何もタッチ戦やったから下請けが勝手なことやっちゃってですよ。そんなことがまたありうっとですよ、きちんとせんと。あなた方の給料でね、ポケットマネーでやるんやったら俺は何も言わんですよ。なら誰が責任取ってですか、もし万が一これが用意できていかなかったら、下請けが。まあそんなことはありえんと思います。下請けはプロが来ると思いますから。でもね、ホテルの解体ね、アスベストの関係のね、解体工事のプロでさえ県からやられちょっとですよ。技術者が一人しかおらんから。しょっちゅうしょっちゅうある工事じゃないんですよ、ダイオキシンの処理とかアスベストとか。なら他の会社は経費までかけてね、人員を勉強させようとしないんですよ。宝の持ち腐れなんですよ。それよりお金かけんで工事がないようなね、職種は講習させんとですよ。本来であれば安心安全に工事を進めるんやったら、事業者選定の時点でこれを謳ってね、プロに元請けさせないかんとですよ。広告に書いてないのは後藤の業者が入れるようにしょっとですよ。工事もやったことのない実績のない会社にやらせようちしょっとですよ。簡単に言えばダイオキシンの部分に関しては丸投げですよ。大畑ホテルは何回も言いますが、全て丸投げだったんですよ。だから現場代理人がおらんかったりしとったんですよ。沖縄防衛局の工事で下請けでやっぱり同じことやっちゃったんですよ。そういう危険性がありますよという警鐘を鳴らしとったんですよ、私は。なぜかっつって、なんでこんなことになるかって言ったらね、慌ててこういう入札をやろうやろうすっからですよ。大胆なことをしようとですよ、いじめを。12月以降なんか皆さんと話されましたか。3月21日の大浜さんのね、住民が主催した会議外であなた方動かれましたか。されました。17日は別 の入札も行われてですよ、アドバイザリー契約してるでしょ。それは建てるための準備なんですよ。話し合いもしとらんとに、なんでそんな勝手なことばっかりするんですか。これこそね、いじめ推進の社会って。線路は続くけれどね、日本中どこまでもね、いじめが続くよ、どこまでもってやりよってですよ、あんたたちは。野を埋め、山埋め、丘埋めてね、哀れな町へとゴミ運びで燃やそうちしよってですよ。よかったいと思っちゃったでしょが、もう一回やり直さんですか、本当。これだいたいね、最低入札制限とね、ね、今村さんが落としたね、金額の差額見たらね、怪しいて。別に俺その入札の云々は言わんけどね、金額はね、まあ安くで終わったけんね、俺はよかと思っちゃうけど、3億1000万から5000万ぐらい下がったけね。やるべきですよ、ちゃんと書いてオープンにして。課長知っちゃったんですか。いや、あのちょっと、いや、これは見たことないでしょ。いや、これはあの預かってたんで。見た、熟読した。いやいや、熟読したら言えるはずて。まだ見ないですけど、はい、なんで見てからせんと。入札執行の責任でしょ、財政課。いい加減なんですって。やることは大胆、大胆なことすんならね、繊細に動かな。だから突っ込まれるんですよ、私から。突っ込みどこ満載なんですよ、ホテルから全て。ね、歌ってましたちゅうけど覚えちらんじゃないですか、あなたも。一回書いたら記憶してるって。あそこに書いちょったとかね、記憶してますよ。ですので書いてる通り、今回、入札に参加された8業者、
すべてのこの1000人作業人がいるかどうかの証明を開示請求します。出してください。全社いなかった場合は入札に参加する資格ないんですよ。法で義務付けられちょっとですよ。安心安全にやりたかったでしょね。安心安全にやれると思います。大波東亭の2代ね、一緒のことしますよ。大波東亭でさえアスベスト除去工事は解体工事と別にして金額出してるんですよ。除染なら除染だけね、別の会社に発注させるんですか。なら後藤のね、業者は入れんちゃけん。まず勉強してない業者が悪い。これは準備してない業者が悪い。頭からね、いつぐらいにはゴミ焼却場の解体があるっていうのは何年か前から分かっちゃったですから。ペコ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 業者に頭下げられて余暇気分ばっかりしとったですか。課長知らんやったって言ったじゃないですか。だいたい水道局からこんなとこに上がってくけんわからんですよ。これ言ったじゃないですか、前水道局の時、いろんなこと勉強しといた方がいいですよって、ね、はい、ね、そうやったでしょ。金見油のね、建て替え金問題も勉強したがいいですよって、はい、あれから勉強されました。よかですよ、別に見せんでも。あのプロやったらね、作られたんですか、係長は。はい、係長が作ったぞ、これ。これは使用書。その使用書はですね、うん、27年の事業の中で、うん、あの委託して作ってるんですね。委託して作ったということは、自分たちは読んだだけですね、出来上がったものを。まあ、読みました。ということは知識がなかったということですね。知識があれば説明できます。さっきから佐賀さんでもこうやって全部丸投げでしょ。つまり、いや、この使用書自体が丸投げなんでしょ。まあ、委託してまあじゃなくて丸投げなんでしょ。すべてお願いしたんでしょ。お願いしてます、すべて。ん、いや、うんじゃない、分からんですよ。すべてですね、丸投げです。だから分からんとですよ、こういった条件があるっていうのは。あんた方本当にね、市民のね、安心安全考えようとですか。もう一回やり直せって、これは自分たちで作れって、使用書も。できんならできんでするな、もう。議員なんかですか、勉強されたですか、あれから。いえ、ちょっと気をつけなかったから、今日のことだったんで。これ全業者の、本当あの今書かれてる、私が要求してる証明書を称するものを取り寄せてください。全業者から一体何業者が持っているのか、持っている業者もあると思います。私が言いたいのは、今村さんが落としたから今村が持っとけばよかじゃんという話じゃないんですよ。持ってなかったら入札に参加する権限がないちゅうことですよ、頭っから。課長2人が知らんかった使用書は丸投げで作らせた、誰も知らんじゃないですか。よー、これでね、ダイオキシンのね、大きな工事がやれますよ。私は本当18日から温めちゃったいよ。もうここまででよったってスイーツも電話の時に、こればっかりは絶対言わんて。俺が一人できたらね、恥かくかは私しか知らんとですよ。だから連れてきたんですよ、あなた方がいじめてる人たちを。何が私たちを信じてくださいかよ。こんなことやっちゃったにね、信じられるか。大浜の人たちが毎日ね、チラシ配りよってですよ、そこまでさせよってですよ、あんた方は。前代未聞ですよ。まだ中尾一子ちゃんの時がね、おとなしかった後藤氏は。課長答えてくださいよ。
入札に不備がありますよね。指摘された内容は。でもね、これ不備がありましたからっつって入札を再し、ね、執行しますじゃできんとですよこれ。なぜかしらもう金額が表に出たけんできんじゃないですかね。そしたら一番ね、一番のベストな答えをアイデアしますよ俺が。崩さんでよかって別のとこ建てなはれで、崩すんでやったら29年度課長も知っちょるように記載が使わるっとですから、くずね、崩すだけで出るお金が使わるっとですから、2000万ぐらいねかかるっちゅうけど、手出しがね、差額が今回の交付金と比較した場合2000万ぐらいいいじゃないですか。4100万で大畑ホテルなんか買い取っとですから、ご当社お金持っちょっとって、笑われますよこれ。もう今日ね、録音書の内容と一緒に私は一斉に7時から公開しますからね。全国の自治体が笑います。私の愛読者の人が長崎の建設業者に私は電話かかってきて教えてもらったんですよ。戦う戦術は習いに行ってきたんですよ長崎に。とことんやっつけろって腐れ切ったご当主は、ゴミ燃やす前に職員は全部燃やしてしまえて、これ突っ込まれたらおしまいですよ。だって丸投げっち認めたじゃないですか。そこを丸投げしたとこから入札させんです、あ、執行させんですか。そしたら偉そうに課長とか追徴権してね、市民舐めたらいかんて。課長もちゃんと言ったやん俺に。嫌がることを無理やりに推し進めることは一般的にはいじめですって。でもご当主行政の場合にはそれに当てはまりませんって。いつからご当主の常識ができたんですか。一般常識で入っとるでしょ最初は。もう長年おったら狂ってしまうとですか。本当ね、あんまりねご当主民全部舐めちゃったらいかんよ。俺はそのために俺はね悪者になろうって言って8年前に決めたんですから。高校2年生のうちん息子と久しぶりおったわ昨日飯食う時、うちにも届けられちょったチラシが折りたたんで、高校2年生やったら読めるやろって、後藤市長は横着やねって。中二の娘は私に言った、また市長の言葉言いよっとって。独立したらあんたたちだけ野口一太郎の下でさ、よかじゃん、ちょうど野口一太郎で野口七の太郎ちゃんやろ。後藤市から野口七に変えたら、皆さん初めて聞かれたと思いますけど、どうやったです今の内容は。これが現状なんですよ。全て丸投げで、工事も全て丸投げで、安心安全を歌いよってですよ。騙されよってですよ。またで、理解が得られるまで努力しますって何かしたんですか。12月以降金曜日に区長が歯医者やけんて会えんかった。土日月火水木今日まで何しよったんですか。今週もお伺いしようと思って行ったんですけど。いや、しようと思ったとか言うなって、それ言い訳になるとって。行ったんですけど、ね、会えなかったんです。毎日行けば、はい、夜でも行っちゃけば、日曜日だってスーツ姿に行ったこともあったでしょうが。長崎へのね研修に連れて行く件って、研修日の3日前ぐらいに前課長とスーツ姿で行ったでしょうが、日曜日に。
俺はよっぽどある時しかスーツは着らんからさ。言ったでしょ、記憶にないです。いや、言ったと思います。うん、言ったんですよ、うん、課長を叱る人もいない、部下は上司から叱られるのが怖くておどおどして毎日仕事しとったですよ。課長職は上の上層ね、上層部の市長副市長、怒られないようにごますって仕事しとったですよ。だからこういうことをデクトですよ。業務ははかどっちょっかじゃなかったですよ。あなた方これ一つさえ作らへんとですから、単なるね配属されたかでね、2年3年おるだけ、適材適所に誰もいないんですよ。一番の大間違いは野口一太郎がね、適材適所かって言ったらあの人が間違い、まだ一個ちゃんの方が良かった、まだ小林一郎さんの方が良かった。今頃呼んだって一緒ですよ課長。入札ね、これを入札してくれれって言った時点で勉強会せんと、みんなで法令集とかも集めて持ってこんと。今はね、便利な世の中でインターネットで全部調べられるとですから、私が18日から2、3日で作り上げしたんですよこれ。この入札ばやりたかじゃばってね、ちょっと時点で皆さん関係者がね、今日俺が来るけんちって4、5人集まらんでさ、その時からやっちょけばね、怒られんとじゃん、俺から指摘されんとじゃん。草野議員にも何日か前に送っちょっけど、すべて何ら連絡も来ません。なぜかって言ったら知らんやったから、恥ずかしかけんまるたに連絡できんとですよ。私がどんなことを喋るかちゅうことでね、今日時間あっとなら来てよって朝会うたばっかりでね、そしたらちょっと今も時間ありますよちゅうことで資料を見せて説明したんですよ。これは大事なことやから来るっちゅったんですよ橋本さんは。あのね、バカな市会議員ばっかりやっちゅ思ってね、何でも通るっちゅ思ったらいかんって。民主主義は多数決で決まる問題じゃないんですよ。あんた方はやっちゅったね、日本政府のねミニチュア安保法案のね廃止廃止って回らんやったですか、いろんな人たちが日本全国国会前に集結せんやったですか、大学生中心として。あれが民主主義なんですよ、多数決で一部の議員とね、21名の議員からね多数決取ってはい決まりましたで、それが民主主義じゃないと。課長たちが本当にいじめを推進するんやったら、俺もいじめを推進する学校作りしますよ PTA 活動で。その時は責任取ってくださいよ後藤氏が。なんでここまでいじむっとですか皆さん。自分たちで何一つ作らへんでね、もう決まっちゃうでしょうが、業者も施設なんかプラントはどこどこ入れようとか決まっちゃうでしょうが。参考見積もりを取った業者だったんですよ、うん、昨年と、うん、重装車、まあよかったですよやけんね、そういうのはもう俺も聞かんでよかったじゃけん、うん、どこかわかりますか、うん、でもそういうふうに言われてもしょうがないって、何一つ作れんじゃけん。だからアドバイザリー契約結んだんでしょうからね、八千代さんと、あ、八千代さんやったですかね、八千代さんですね、うん、A とは負けちゃったね。そうですね。ねえ、33万円の差でね。ああ、その数字は見てないんですけど。数字見てないって。まだ回ってきてないです。はい。まだ回ってきてない。何が？ホームページで見れるよ。入札結果とか。はい、担当課でしょ？発注担当課でしょ？発注の。入札業者はちゃんと確認します。うん、金額ぐらい見ちろんですか。2番手とどんくらい下がったか。普通やったら気になるけど。本当に何もかも突っ込まるんですよ俺から。眠れんくらい毎日夢の中で考えよったんですから。
どうします？もう一回これ今回のはちょっとミスがあったものでつって入札を取りやめて再執行しますか？金額が漏れちょっとに。それかもう解体は解体で29年度以降の記載を使って壊すだけにするか、新たなとこに建築を考えるかね。住民の意見を無視して大胆な行動をする割には何の計画性もないからこんなしてなっとですよ。精査しちょらんとですよ。一つ一つ今村組に謝ればよかったじゃないですか。すいませんって今回私たちの失態出てお答えできませんじゃないですよ。この前の伺い証に対する回答みたいに。課長たちのさ、ここの五島市役所のね、五島市行政のね、ね、対する市民の立場は上ですか、下ですか。市民、どうですか。市民の立場は上です。上でしょ、はい、なんで上から言う人の話はちゃんと聞いてあげんとですか。年上なんですよ、皆さん、はい、話聞いてくれました？ちゃんと真剣に。長老ですよ。上の人に立つことをね、先生って言いよっとですよ。今はね、バカな議員でも先生先生って呼び合いよっけど、先に生まれた人しかくとですよ。責任取らまたや課長。第二の人生すくなら俺が力貸しますよ。判定事務所でも雇いますよ。文章の書き方とか全部教えますよ。ネットでね、人を誹謗中傷するね、度胸もつけさせてあげますよ。責任の取り方も教えてあげます。はい、財政課長、まあ入札の担当課として言われる内容は何か間違いありますか。丸田さんのこの指摘の分はですね、ちょっと預かってみたいとは思いますが。預かってみたいって、預かりますじゃなかったですか。預かります。で、ここにですね、いや、やけね、あるので、あるのでじゃなくて、これは丸投げで作らせたって言ったじゃないですか。はい、で、請負の方はですね、請負意思を持ってる人は、これを熟読して、してない。参加して、で、分かった、課長、熟読して、受けたい人、あなた、呼んでないって言ったじゃないですか、知らんやったじゃないですか、仕事を発注する責任者でしょ、財政の、入札の。なんで40なんとですか。そんないい加減なことばっかり言うなて。で、請負者の人がそういう書面でまた読めばいい。だから請負者の人じゃなくて野良責任というかしょっと課長は読んだんですか。ざーっとしか読んでないって言ったじゃないですか。ざーっとしてどっかに過ちでもあったら誰が責任取るんですか。その時なんかあった時に誰が責任取るんですか。誰が取るとよ。そこに気遣いやったんですかって業者を言いますか。業者に、いや読んでるもんだろうと思いますけど、はい、ん、いやだから読んね、はい、間違い記載があった時は誰が責任取るんですか。熟読しない会長、課長がねそんなこと言ったらいかんよ。工事をね取りたい業者がちゃんと読んでるでしょって、いい加減なこと言うなって。お前たちが作ったやろって。でも違うって丸投げっつったじゃん。丸投げでもちゃんと自分たちで責任取れるように熟読しかな。だから聞いたじゃないですか、読ませちょっとことで、ね、その前にも聞いたじゃないですか、特殊なね、ね、正式ないろんなね、資格はいらんとかって、答え合えんやったじゃないですか。ここに書いちょって、ね、事業の発注担当課、ね、生活環境課のお二人、答え合えんやったじゃないですか。入札の執行担当課、財政課長も何も知らんやったじゃないですか。それをなんて業者が呼んでるでしょ。独居2社来たって俺のとこに見せたってこれを。できない工事から全部投げちょっとですよ、これ CD ごと。ダイオキシンの工事をやれるようなところに下請け見積もり出さしちょっとですよ。課
長どっか土建屋に勤めしたと。僕ですか。うん。え、それはないです。うん、私は勤めしたんですけどね。だからこういったのも思っちゃったんですけど、だから詳しいんですよ。ね、自分たちができなくてもできる下請け業者を探すんですよ。ね、そこに自分たちがね全部読むはずなかったですよ。読まんとですよ。増山建設にまた話しますけどね、ホテルの時はね、私が全部これを持っちゃったんですからね、仕様書は。下請けで見積もりしてる会社からもらったんですよ、俺は、長崎の。大元は全部これ差し上げっとですよ、下請け会社に。だから、大躍進が副条件、こんなね、大変な工事って、なるんですよ。私は知っちゃったけん、あれ本当買いちょらんよって、ご当地の広告自体。したら中身に返したっかねって、仕様書に。だから今日読んだんですよ。今村が取ったっちなんちゅうことで、なんであがしちょっとかしたらちょっと来いちって。こういうこと書かれちょったっちたら、わからん。見ちょらんねって。俺は広告に書いちょっとしか知らんよって。土木飛び。ね。建築に関して A クラス。そだけでよかったや、入札権限はって。それで入るんですよ、ご当地の業者が。あとは一括下請けなんですよ。できる業者に指すとですよ。経験のある会社を探すんですよ。除染の部分に関してはですね、うん、はい、できるところを探すとですよ、うん、はいはい、でまたひっくり返そうと思うよとですか、だまりしとったけど今攻撃を考えよったんですか、どうやって反発しようかって。除染のできる会社に、あの、うん、だけもう一回やり直したんですか、俺が会長用に。だからそういうふうな形でいただいてます。うん、去年の、 あの設計を作る段階の見積もりの段階、うん、そしたらなんでね、その時勉強せんとですか、どういったことかね、必要やろうかって、うん、なので特集書の中で、やけんこれは丸投げさしたっちゅったじゃん、あなた方作ってないっちゅったやん、さっき。でもこれで発注してるわけですか。ならなんでさっき答えやへんと、俺が言ったことに。発注の責任者でしょ、責任者でしょ、はい、なんで答えやへんと。特集書に書いてあったでしょっていうことで今ちょっと、でも言わへんやったやん、探しよったやん、一生懸命。あのね、人様のお金やけんちってね、ざーっと工事考えたらいかんよ。これが自分の懐が出れるんやったらね、ピシーンとちゃんと読んでるはずよ。俺もこれね、たったこの紙切れ一枚やけどね、今日も読み直した。不適切な発言ないか、ちゃんと意味がつながるかどうかね、今日は一箇所見つけました。何回も何回もやり直したです。責任は私にあるけん。まあ、何か間違いがあったら誰が責任取ってくるとですかって。万が一間違いがあったら、ん、作った丸投げした会社がちょっと不備があってですねって言えますか。あの一番最初に書いちょっとでしょ、この大事な文は。最初のページぐらい誰でも読むよ、覚えますよね。開いて何ページですか、目次の後の第一章ですよこれ。一番大事な部分ばかりちょっとでしょ、一番最初。なんでそこの部分は覚えちらんとですか。知りも先祖ってね、こしょくれた入札やないや、執行すんなよ。やめたらやけん、あなた方何もね、理解を得るための努力しとらんちゃけん。何回入札されました、そしたら。12月から焼却施設に関するもので何回入札は執行されましたか。今回で3つ目ですか。3つ目ですよね、はい、環境アセスメントのまずやりましたよね、はい、その次、そのアドバイザー契約しましたよね、はい、で今日ですよね、はい、何か言われました、皆さんからちゃんと賛同して上でやられました。心痛まんですか。ああいう人たちは本当小林やったら怒いよねとか考えやったですか。俺も勝手なことするよ、市役所に対して。でもあなた方法律でね、今度は俺をやっつくとよ、その時は。
あなた方勝手なことばっかりやっちゃったよ。勝手なことばっかりやるんやったら本当ね、承知せんよ俺は。割られるよ本当、日本全国から。29年度以降に使えるお金あるっちゅったじゃないですか。建物建てなくても壊すだけでも使えるってね。終わった話はいても使えんようなお金の話はね、使えるお金がちゃんと国が準備するとですから、使えるとですから。それよりね、もう一回ね、こんなこともあったっちゃから話し合いして建てるとこ決めてね、壊すようなもんがないところを建てればね、この入札はね、別にね、なくしてもね問題にならんから、あなた方謝ればよかっちゃけん。あの情報はちゃんと押さえとかんと漏れますからね、一つ一つ。1億8000万で取った元請け増山、下請けが取った金額が8000数百万、なぜその金額をしちょっとかっつったら、下から2番目の業者は私が紹介したんですよ、9450万で。あまりに安くで取ってしまったもんやけん、海洋はあたふたしょっとですよ、お金が回らんで。1億も差額があれば助けてやればよかにね、元請けもね。だから右翼も来るんですよ、お金が欲しくて右翼は来ちょらんですよ。間違ったことをしよっからっちゅうことで来ちょっとですよ。これ入札そのものに最初の広告自体で間違いがあっとですよ。それもう認めんと、わびらんと。そしてなんかある？水道局長、課長、財政課長。いや覚えちゃったと、これ1ページ目やけど読んだと。そんなね、仕事が欲しい業者が呼ぶべきさって。いやいや、あの、はい、いや、どういう立場なんですか、この入札に対する。財政課長は、私がこれも全部発行するんですけどね、その使用書の全てをここにかけることはないので、ここからここに飛ぶような要件ね、操作になってます。違う違う、大事な部分は広告でも書くべきじゃなかったんですかって、はい、そしたらで、その部分がここになからんばいなかのか、ここにあった方がいいでしょう、要件。そこはちょっとですね、広告ってどういう意味の広告ですか、入札の広告は。ここどういう意味ですか、ここにすべて。いやいや、なんで表示することはできないと。いやいや、うん、できんと、はい、なあ、まったらやることいいよと。種子島しとるじゃんって、はい、ほら一緒のような自治体よ、離島よ、こっちが優れちょっとですね、安心安全、丁寧にせな。あんた方の悪いところ、謝罪せんもん、認めんもん。今はちょっと判断がつかないからです、うん、できんでしょう、能力ないもん。予想しよったですか、俺が黙っちょったけど、今日まで何の話で来るか予想はしよったですか。考えたでしょ、何しに来っとかなって。うん、入札の向こうし、向こう訴えに来るよって俺課長にも言っちゃったよね。考えんやった、何も言いに来ちゃうかで考えました、うん、ね、考えるとなったらね、いろいろ考えたらちゃんと引っかかってた、ここが。私が知ってるのは広告しか知らんとですから、使用書の中身までは知らんとですから、俺は。これは一番大事なことなんでしょ、さっきも言おったけど、ダイオキシンは特別なんですよって、除染せんとね、きれいにやった状態で解体に入る、一番大事な作業なんでしょ、人の書くべきじゃないですか。これ、法で決まっちゃったですよ、義務付けられたんですよ、義務付けられたことはちゃんと書きなさいって俺は言いよったですよ。それが公にね、告知するのが広告なんでしょ、誰も読まんさて思うちょっとですか、関係ない人は。
だって係長も呼ばへんやったじゃん、探しよったじゃん、どこに書いちょったかな、どこに書いちょったかなでめくりよったでしょ、こうやって違う、違います、だいたい策定委員会とかちゃんと作っちゃけばね、こんな失敗なかっさ、法に詳しい人とかね入れちょった方がよかったっさ、丸投げすっけん、こういうことが起きっとですよ、えらそうに自分たちがね工事発注したとか言うね、顔出したらいかん、自分たちでやってこそこういうね工事をやりますんでって、入札にお札してくださいちゅうはないか、もうこれ作った人たちも言わやったですか、こういった法がありますからねって説明受けやったんですか、ここはちゃんと守らせてくださいねって、説明受けて、なんで今日答えやへんとですか、最初になんで説明受けてから答えやへんとですか、俺が聞いた時にもうあそこで答えちょったら俺は帰っちょったよ、その時点で負けたっちゅって、あとよろしくお願いしますねで私は皆さんに謝ればよかったじゃけん、課長の立場何ですか、入札の今日の執行に関する立場は何ですか、そしたら入札が執行される前にこれは読み上げたんですか、皆さんにこういう決まりがありますけどこれはちゃんとお約束してくださいねってお守りくださいって説明されましたか、そう説明責任なんですよ、課長の責任は法をね、法に準じてちゃんと守って作り上げて今日までやってきたって言ったじゃないですか、自分たちでやっちょらんじゃないですか、これはもう絶対今言ったことは俺は受け、あ、聞き入れませんからね、会長とって事業者が読むとってその前の問題を俺は追及しよると、発注者となんか首振りよってですか、分かりませんか、難しかですか、幼すぎますか、それとも説明が分かりづらい、英語で言いましょうか、英語やったら分かったでしょう、いやいや日本語がいいです、はい、うん、なら首横振んなよ、いろいろあなた方の責任って何ですか、今日の入札に対する法令はちゃんと関係法令は全て遵守したっちゅったんですよ、してないじゃないですか、頭に入っちゃうあんとに、頭に入ったらテキパキ答えきれます、お通しが合併したのは何年ですか、16年、頭に入っちょっけん答えや言ってですよ、16年前のことが、これはいつ出したんですか、いくつ作ってもらったんですか、なんで頭に入っちゃうんですか、真剣になっちゃらんけんて、2億数千万のね工事をね発注すっとに、なんで真剣にならないんですか、真剣にならない人がね安心安全なね工事ができましょうか、安心安全なねストーカー方式のね焼却炉を立てきれますか、中村前課長と一緒でね俺はもうやめたけん関係仲いいよって、太田課長もそうなっとて、なんかあったら後藤氏がやりましたって、後藤氏はねね、そういう時ばっかり後藤氏って言ったらいかん、ね、責任をね取りようがない時にあなた方は氏が決めたっちゅうとですよ、氏が決めたっちゅうとだ、氏は連れてこいって、即答できんでしょ、はい、私の今日の指摘には約束してくださいね、業者が全てを読んじょはずじゃけんね、おいたちは知らんでもよかとって、そういう言い方はやめてくださいね、はい、それは違いますけど、はい、違いますね、さっき言ったことは撤回しますね、いや、はいはい、はい、はいはいじゃなくてちゃんと答えんと、はい、撤回しますね、はい、明日、月曜日 CD で会いときますからちゃんと市長にも聞かせてください、ここのやり取りを、事業そのものの発注責任者は市長でしょうから、さっきも言ったように、でも今日よかったよ、副市長も市長もおらんでね、恥かいちょったの皆さんの前で、
課長やるべきよ、もう一回入札を。金額表に流れたけど前代未聞ですよ、それもね。でも一番みんなが遅っがよかったいちゅうとは、事業取りやめ一回白紙撤回にしてね、どういうふうにやるかっちゅうとは、もう一回ちゃんとね精査して考えんと。五島市全体の1万人以上が、1万5000件近いね世帯が、あのチラシを読んでるんですよ。もう嘘偽りないって言ったでしょ、あの中身は。嘘は書かれてないって言ったですよね。分析は丸太だけ俺に文句言えよって、その時はってないって言ったじゃないですか。みんなが本当のことを知ったんですよ。あなた方ね、たった3月か4月の広報誌2ページで説明しただけ。あれは説明にならんよ。あんまり市民なむっともね、いい加減しとけよって言うとですよ、さっきから。2ページで分かりましょうか。図書館建設はね、小中学生にアンケートね、配布して、ね、図書館いりますか、いりませんかのね、バカみたいな障害学習かもね。学校には図書館あっとに他にいるちゅうか、子供たちが。そしたらもう学校の図書館廃止して大きな図書館建ててやればよかった。ね、そういうアンケート調査もせんで極秘でやりよったでしょ、この事業は。市長も言ったんですよ。ね、早い時点でいろんな人たちに言ったらね、事業がうまく進みませんらしきことが言ったんですよ。結局黙っちょってこんまんまやってきたことがトラブった原因なんですよ。一番頭から間違ってるのは、何回も言うように行政なんですよ。指揮官が悪かったんですよ。うん、我々今のまあなんか焼却場の建設に向けての書類は一切見てなかったですもんね。まあ、あんたたちが関係ないといえば関係なくていいんでしょうけど、我々も全然丸かじりかかってない状況です。やっぱこんな方法ですね。もう少し地元にもやっぱいろんな処理を出したというとか、やっぱオープンせんばいいかんですよ。やるんやったらやってよかったですよ。突き進めばやりたい放題、やりたい放題やってよかった。俺市役所の駐車場にいつも生ゴミは捨てていっけん。その時は俺を法で裁くとですよ。不法投棄しって。市民にはなんでそうやってね、決まり守れ守れっちってね。あなた方が何もせんじゃん。まずは、仕様書の作成からもう一回やった方がいいと思います。自分たちで。これを参考にやったがいいです。ね、全部を真似るんじゃなくて、五島市の今の状況に合った内容で作っていったがいいと思います。条件にこういう作業人がいりますよっていうふうに書かれるんやったら、元請け業者は下請け業者にこういった作業の講習を受けた人を設けるものとかね、ちゃんとそういうね枠を広げて書いてあげたら、五島の業者も入札に入れますから、余格募集でしょ。口調はないですか、なんか。もう私は終わったですし、時間くれる中堅、この回答はですね。いろんなところに研修行くと思うかけど、こういった小さな島にも研修行かんですか。と預からせて、いやいや、くれるって、これは、はい、これください、うん、くれるって、参考にさせていただきます。うん。課長、本当ね、立ててしまってね、出来上がってしまって許されるのは、ね、できちゃった結婚だけっち何回も教えようやろ。施設が完成して大浜の人たちはあもしょんながっち思わんて、これだけルール違反もされてね、立てられてもできちゃってね、仕方んなかねちゅうとはね、子供だけこんな厄介施設はそういうふうにはうまくいかんよ。
その線で済むじゃないですか、入札を無効にしても。ね、建物のないとこでね、一番適したとこば探せばよかったですよ。焦らんでよかったですよ、そんな。焦ってすっからこういうミスをすっとですよ。ミスをしないようにゆっくりじっくりね、時間かけてせんと、ウサギとカメでウサギになったらダメて。カメさんでよかって。これ以上発展せんとですから、この島は。そしたらみんながね、本当安心してね、生活できるような島作りばせんと。なんとか町づくり協議会もこの前あったでしょ、昼間。会議やったでしょ。こんな時ばっかり最初のお膳立てでね、自分たちの気の合う仲間ばっかり呼んでね、協議しましたとかね、そんなバカなことせんでさ、俺んこちゃっとば入れしくば一番よかったじゃん。黙らすっちゃけん、いろんな人、俺は。俺を味方にすればいいというのに敵に回したもん、今回。いや、顔見れますか、区長の顔からちゃんと目合わせ切れますか、太田さん、課長、合わせ切れます、見れますか。今日初顔の方が私は3人おっとですけどね。だって見たらい区長は町内会長辞めたじゃもん、責任取って。老人会長も辞めたじゃもん、もう一人も辞めたじゃもん、全部ね、賛成派、長代に視察に行ったメンバー、長代の海は見てきたでしょうね、工場の前の。小学生のさ、修学旅行でもね、旅行行ったらちゃんと作文書くよ。研修行った人、作文一つも書かへんじゃん。20名近く行ったらね、20通りのね、答えがあっていいとよ。大人やから。右に同じ、俺もそう思うっちってことだ。勉強しとらんじゃけん。まあ、今度いろんな入札あるでしょうけど、私に最初広告は見せてください。抜きがあんね、不手際がないかちゃんとチェックしてあげますから。お金いらんですよ、そういうチェック代やないや。協力してあげますよ。やっけん水道局におっとき言っちゃったじゃん、いろんな勉強しとったがいいですよって、課長になっちゃけん、そろそろって。昨日はあの晴れちゃった時ですよ、大畑ホテル前が通ったけ見上げたらですよ、カラスがアホアホアホ言った。こんな天気いい日に工事もせんでて、アホアホって。いつも俺がそれを叩いてる俺はね、布団の中でチキシャーッチって泣きよってよ。一回も一心に勝てんけん。でも私の場合はセミが鳴くチキシオですからね、ちっちゃくても立ち向かっていきますから。俺はカラスんごと頭は賢くないですよ。謝罪含めて一回これは白紙にした方がベストですよ。こんなこともやったんですから。案の定俺はこういうことやろうね、ちょもうちょっとだけん絶対勝てるち来たんですから俺今日は。課長も言っちゃったし、さっきね、ね、業者が読むべき資料はそれは当たり前でも、その前に発注するご投資全員、担当者、担当課長、担当係長、全て熟読して頭入れしかないかんとですよね。市会議員が一般質問で質問すれば事前にね、通達が来るからゆっくり回答は作られるってですよ。現場でも資料を見ながら答えていくってですよ。でも俺はそれは絶対させんけん、いつもね、資料読むなって。資料見らんで俺はここまでペチャクチャペチャクチャ喋られるってですよ。焦点じゃあるまいしね。課長、勇気ば持たな。ね。市民の立場になってこれはもう一回やろうでて、しようて、そういう勇気ば言っとなら、市民はね、課長ね、支えるよ。自分の出世しか考えなら、今のまんま歩めばよか。
まり年上をね甘く見ちゃいかんよ。あなた方年上をねバカにしとる。これまでずっと財政課長も見たことなかったでしょ、反対運動は。うん、今まで数回説明会とかあっちゅったですけど、来られました？あそこに来てないでしょ。来てないです。ねえ、まあ今からやろうとしたら来ますよね、財政課の課長やから ね、うん、そんな何も知らん状態の人がね入札執行のね担当官やったらいかんよ。何を知っちょっとかって、去年からの行動を俺から言われとなかったんならないならね、課長から降りればよかですよ。役職外れられ俺は何も言わんと、一般職員の力にはないよ俺は。でも管理職はバリバリやらせてもらいますから。現状知っちゃったらね、太田君よ、これはちょっとまだ早かじゃなかっかちゅう言葉はね酒飲みながら言っちゃったはずよ。もむっちゃなかっかとか、あの人たちに気持ちも魚ですっちゃなかっかって、これはやったらって二人でちょっと市長に言いにこでちね、なんでそういう職員がいないんでしょうかね。それでよーね、市民のために頑張りますとか言えますよいつも。まあ議員がお件言ったら本当失礼になるかもしれないけど、市議会議員がねだらし長けんこかなってよ。俺みたいな嫌われもんね力ば貸してくれれって言ってくるとですよ、誰も言えんけん、誰も知識ないけん。あなた方が責任者でしょ今回の入札の。なんで丸太にまくっとですか。一問一答しよっときからこういうことはちゃんと説明せないかんとですよ。仕様書に書かれちょっとよ丸太君って、こういうことはちゃんと書いてね、見らんでもねこういう作業主任者がいるっちゅうことは知ってるて、でこういう講習受けたっちゅう人をねちゃんと下請けにさせるようにするけんって言っちょけば俺も引き下がっちょっとですよ今日。自分のお金で工事を発注せんからね、いい加減なことばっかりするんですよ。全部人任せ、他人任せ、その出どこも市民、県民、国民の税金任せ。まただんまりですか。いつもこうなんですよ。いや、これ預からせてください。今日はですね。すみません。はい。で、3人分作ってますんで、これは、課長。で、これが、これが太田課長で、あと1通なかったですか、これもらったですかね。あ、で市長には私が届けときますん で一応市長に目が通るように、情報開示請求も市長宛で市長に出しますんで、ちゃんと8業者の一応取ってください、あるのかないのかね。あれば越したことにない中ですよ、何の問題もなかったですけど、ね、でも内業者までそうやって入札に参加して工事を発注することが間違いなんですよ。やるんやったらダイオキシンだけは別個にして切り分けるべきです。そこも会長ですけどね、そういうことも。最後に課長にもう一回聞いておきます、皆さんの前で歩みをね歩んでいったですか、理解を求めてもらうために。12月個別訪問はするぞって脅しましたよね。あれからみんなで動かれましたか、理解してもらおうって。いう皆さんの顔を見てってください。個別訪問は行っておりません。はい、はい、その後は何か理解を得られる努力はされましたか。まあ、1月から、2月の上旬にかけて地区の方とお会いする機会を設けさせていただきまして、お話しする機会は得ました。ただ、それは現場含めてじゃなかったですか、あれは市から言ったんじゃなくて区長たちからのお願いで太田じゃなかったですか。
年明けは違ったです。市長が会いたいちゅって段取りしたんですか。青出て言われたんじゃなかったですか。話は聞いてくれ。新施設に関してじゃなくて旧施設の問題で多分セッティングされたんじゃないですか。そうです、旧施設の問題から片付けていく、うんうん、いうだけどね、旧施設の問題から片付く前にね、自分たちがやっちゅらんことば片付けな。片付けるイコール建物壊す、さあ建築するぞでしょ。何もされてないでしょ。言い訳はよかったですよ。当事者が夫ですから、この人たちの前で嘘ついたらいかんって。俺だけの前やったらよかけどさ、努力はされてないでしょ。冷却期間を置きましょうちも言ったでしょ、市長は。ね、シャッターを閉ざされてですね、私は大変なんですよ。で、何回かの説明会要求、要望されましたけど、頭を冷やすべきと思ってちって。なら自分も頭を冷やさな。3月の議会に上呈したらいかん、そういうことでね、頭冷えちばんとに、お互い。一方は頭冷やさすために私は会議に参加してません。冷却期間。冷却期間を置くんやったらお互いが冷却せな。ね、嫌がりよっとにやりたいことばっかりやり通すからいじめって言うよっとですよ。何も言えんとですよ、多分。私の質問には。痛いところついちょっけん。だって簡単やもん、あなた方やっちょく言葉俺はちょっと厳しく追求しようだけやけん。で、理解が得られんやったらこの先どうするとですか。ね、できちゃった結婚みたいにできたからちって受け入れせんとですよ。誰が嫌がっちょ施設にね、自分たちのゴミを持っていくバカがおりましょうか。みんな庭で燃やしますよ。もう火葬場の横にね、穴掘ってね、みんな大浜の人間はここに埋め立てを出てやりますよ。大浜区の財産やから。その時はトラックとか貸してくださいね。俺が運転して持ってきますけん。孫の代まで行きますよ、この話は。お高町市長に言えますか、はい、今日あったことをすべて言えます。言わんと話は片付かんとですよ。報告は極力。報告って何ですか。報告です。はい、で誰がこの答えに関しては回答するんですか。三者に出してますけどね、私は。ちゃんと、まあ、私の方で、はい、やります。課長で、はい、課長でできるんですか。当然市長とも相談しながらですね、うん、進めます。理解できましたよ、私の言ってる内容、書かれてる内容、ね、はい、100%、うん、言われたこと、指摘されたこと 100% 理解されました。言い訳はないですか。業者の責任にしませんよね。でもう一つ言っておきますね、情報開示請求してますけど、こういったものは市の公文書ってないからね、出せません。そういう答えは出さないでください。取り寄せてください、まず。あなたが。工事としては法で定められちょっとですから、本来なら。でもそれはね、元請けでなくても構いませんって。下請けが持ち込めよかっちゃけんって。そこまで私はね、下がっちょっとですよ。だから今後、まだいろんな施設があるんですよね、ダイオキシンを含んでる。はい、ね、そのためにも、五島の業者には勉強してもらわんといかんとですよ。だから五島の業者にもプラスなっとですよ。今後のためにも。あんまるたがいらんこば言ったきゃ、おっどんがいらん、講習は受けにいかん。そういうことじゃないですから。ね、今後の工事にはちゃんと元請けとしても必要ですよって。育てないかんて、業者も。大高城急に吹け込んだね、はい、吹け込んだて、この1時間ぐらいで。どうしたと。俺と仲良しくれ。
海行くやちゅうがポロッと喋っちゃったかもしれない。今日は一応降参でしょ、私に一回ぐらい勝たしてて、どうせまた答えが来た時は俺はチキショチリって泣かないかんちゃけん。それが行政ですから。なんでその一切一回入札を行っちゃったのに無効にしますって言えましょうか。あなた方が自分たちの顔色しか考えんちゃけんね、相手から見えるようなね、困るようなことはせんさ。でもね、一回これ白紙してね、もう一回さっき言ったように事業選定からやり直した方がいいよ。全国で笑われますもん。ホテルが解体知らんでも解体するまで俺はしつこくやっとですからね。焼却炉が立つまで私はなんやかんやしますよ。俺はまずは人の心ばちゃんと理解してあげんと。そういうことをね、年下の丸太から教わったらいかんって課長、はい、ね、今日の授業料は今度飲み代でおごってください。許しますから今日の件は。僕は安かったことで、でも私一人じゃないですからね、この話聞いたのは。あ、はいはい、大浜の人たちに対して失礼のないような回答をせんと、はいはい、難しいと思いますけど簡単ですよ。種子島がちゃんとこういうふうに書くとですから、ほとんどの地方自治体が書いています。はい、いくつも探しました。その中でほぼ同規模の離島地区だったから種子島のを持ってきたんです。似たようなところを選んでくれた。はい、はい、わかりました。行政のすることでしょ、似たようなところで説明申し上げますとちって。口もないですか、なんか了解ですか。新しい会長さんたちは了解ですか。紹介します。